私の2021年独断映画ベスト10発表します。私が2021年今年に劇場で見た作品の中から選びました。まあ多くの傑作を見逃していると思いますのでご了承ください。洋画邦画それぞれ5本ずつ選びました。洋画5位、韓国系アメリカ人のリー・アイザック・チョン監督の未来です。1980年代アメリカ南部で農業を営む韓国系移民一家を描いています。まあ、農業がうまくいかなくて追い詰められていってさらに大きな悲劇に見舞われるっていう展開ですけど、でも見終わった後にですね、なんか前向きな質感が残ってるんですね。この未来っていうのは、韓国語で野菜のセリです。回復力を象徴しています。そして4位、水俣。世界的な写真家ユージン・スミスとアイディーン・ミヨコ・スミスの1975年出版の写真集ですね、水俣を題材にした歴史的なドラマです。まあ、アンドリュー・レビタス監督、今水俣を取り上げる映画化するというだけでも賞賛に値しますけども、この人間ドラマとしても映像美としてもですね、素晴らしい水準にありました。で、映像からは時折ユージン・スミスの写真の雰囲気が漂っていましたね。3位、燃える女の肖像、セリーヌ・シアマ監督脚本です。これは2020年に公開されているんですけども、私は2021年に見たので選びました。18世紀フランスブルターニュの島が舞台です。望んでいない結婚を控えた貴族の娘と、この彼女の見合いのための肖像画を描くために訪れた女性画家、この2人の恋を描いています。もう緊張感に満ちた映像が続くんですけども、焚き火の火がですね、服に燃え移るシーンが特に圧巻でしたね。すごい、密度のある作品です。2位、ノマドランド。ジャーナリストジェシカ・ブルーダーのノンフィクションですね、ノマド漂流する高齢労働者たち、これを原作にして、中国出身の女性監督のクロエ・ジャオが、映画化しました。出演者がほとんど実際のノマドたちです。で、フィクションとドキュメンタリーがこう混ざり合った、作品になってますね。で、アメリカ社会のですね、矛盾というところに深く切り込む作品ではないんですけども、自然光で、広角の手持ちカメラで撮影した壮大な自然の美しさ、これはずっと心に残りました。そして1位です、サマー・オブ・ソウル、かっこあるいは革命がテレビ放映されなかった時、かっこという作品で、クエストラブ監督の初監督作品です。ウッドストックと同じ1969年の夏、ニューヨーク市マンハッタンで30万人以上参加したハーレム・カルチャラル・フェスティバルというのが開かれました。これまで未公開だったその映像、鮮やかに映し出されました。50年間眠っていた歴史ですよね、これが蘇った。その当初はですね、3時間25分の上映時間だったんですけど、これを再編集して118分にしました。もう一瞬も飽きさせない珠玉の場面が続きます。当時の時代背景なんかも、簡潔に追い込みながらその歴史的な深みも生み出しますね。で、今回の公開はですね、埋もれていた歴史映像の発掘につながっていくと思います。次、邦画のベスト5です。5位、石川慶監督のアーク、剣竜の短編小説のを映画化しました。不老不死の命を得た女性の人生を描いています。主人公のリナ、
彼女ですね、芳根京子が17歳から100歳まで、100歳以上ですね、演じてます。で、不老不死を選択しなかった夫婦、吹雪純と小林薫のこの2人の円熟した演技、これ認めましたね。見終わってからいろいろ考えさせる映画です。4位、橋本一監督の北斎、まあ晩年の、北斎演じた田中泯、まあ強烈な存在感を放ってました。特に北斎がフーシャンブルーに出会って雨の中で踊る場面が圧巻でした。この踊る場面というのは田中泯が完全にアドリブでやったんですけど、やっぱり舞踏家としての力がすごかったですね。そして3位、山田洋次監督のキネマの神様、現代と懐かしい時代をこう並行して描いているんですけど、山田監督 の自分の若き日々を描くと同時に、それから監督を目指しながら挫折した多くの人々の思いっていうものも込めています。そしてコロナ感染拡大と映画館の、苦境っていうものも、しっかりと描いていて、やっぱり常に現代を問い続けている山田監督らしい、展開でしたね。そして2位、花束みたいな恋をしたです。土井信弘監督、坂本雄二の脚本ですね。青春映画、この新しいスタイルを生み出した、画期的な作品です。きらめくような日々、本当にここに刺さりますね。日本の2010年代の若者たちの姿を描いた作品として、なんか愛されると思います。そして1位、坪川拓司監督脚本のモルエラニの霧の中、これは7話連作のオムニバスで3時間34分の作品なんですけど、 NPO 法人室蘭映画制作応援団ができて、そこで、室蘭市民主体で、制作した作品です。室蘭市出身の坪川監督は地元の人たちの話をもとに実際の場所で撮影しています。完成まで5年、劇場公開まで2年かかりました。美しい映像次第ながら、地域に生きる人たちのハートウォーミングな物語として甘えています。室蘭という地域の歴史に深く目指しながら、それを超える奥行きを持った自然と町と人間の関係を斬新な切り口で描いた傑作です。はい、ここで一曲、神田沙也加さんの曲をお届けします。指きたすデシベル、お聴きください。